そうだ、一つ目の化け物に落とされて。あ？いや、生きてる。いや！お前かよ。脅かすんじゃねえよ、クソガキ。それが命を救った相手に対する。あ？お前が？まあ別にいいけどね。ガキに見下される覚えはね。お前なんなんだから。お前なんてどうでもいいんだよ。化け物。助け。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。そうだ、スマホでママに。なんで電話できねえんだ。なんでママに連絡できねえんだ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺の居場所なんてねえ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者扱いして、あいつら化け物従えて俺を排除しようとして。だから俺は帰りてんだ、元の世界に。大丈夫だ、今にママから連絡が来て。ねえ、いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番分かっているはずだよ。ママはずっと病気で、俺もっとママに会いたかったのに。いっぱいいっぱい我慢して、俺が寂しがると亮は強い子だから大丈夫って。それがああそうか、ママは死ん そうだ、ここは死後の世界なんだから、死んだママは近くにいるはず。ねえママ、いるんだろ？早く。これはもうダメだな。完全に壊れちゃった。ああ、来たんだね君。でもちょっと、霧の中に何かが。ママ、やっぱり来てくれたんだ。ママ。見てごらんよ。君の大事な寮はもう何も見えてないんだ。そっちに行けばいいんだね。待ってて、すぐ行くから。いたわ、二人とも無事よ。
カル。ああ、よかったよ。あらあら、もうさきったら涙で顔がぐしょ。でも見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。なあ、気のせいか？寮のやつ、霧に向え？ママ、ママ！ねえ、あれやばくない？寮、なんか笑ってんのか？みんな、まずいよ。霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな。りょう、ハル、そこは危ない。早く。ね、気のせいか。影から触手のようなものが伸び。待って待って、寮の方に行ってない？おいおいおい、やばいやばいやばい、これマジでやばいやつじゃねえの？タクマ、行っちゃった。アグモン、どうにかならないのかよ。どうにもならないよ、あれは。そんな、おい、リョウ、何やってんだ、早く逃げろ。リョウ、逃げて。リョウ君、どうして。え、リョウ、何。ママ、やっと会えたよ。これからはずっと一緒。は？嘘。何これ。待て、待てよ。リョウがまだそこにいるんじゃないのか。ダメ。タクマさん、ハル、リョウさんはね、自分で自分を見放しちゃったんだよ。だから世界に食べられちゃったんだ。
悪魔。危ない。タクマ、大丈夫？ずっと考えてたんだ。うん。助けられたはずなんだ。今日だけじゃなく、もっと前にクネモンに心を開かなかったのも、毒グモンの脅威に震えてた時も、教室にいた時、話し合いの時、探索の時、いつも僕は気づいてた。リョウがヤバい状態だって分かってた。僕はリョウを見殺しにしたんだ。タクマはどうしたかった？恐怖を克服して欲しかったよ。怯えてばかりじゃなくて、立ち向かう勇気を出してくれていれば、この世界に自分の居場所を見つけられたはずなんだ。そもそも何が正解なのかだって、僕のしてきたことは正しかったのか、どうすればよかったのか、僕には何もわからん。タクマの苦しい気持ち、うん、だってリョウが仲間が死ぬような目にあっても、この状況を解決する。アルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって敵はいるかもしれない。ここが違う世界なら、元の世界に帰るため、わからない。一体タクマ、ね、タクマ、僕は難しいことはわからないけど、とっても大事なことを知ってるよ。それはね、タクマなら頑張れば何でもできるって、みんなと力を合わせてでも、無理やりに進んでも最後なんだよそれ。僕そんなことないよ。タクマ、オグモン、ありがとう。なんだかすっきりしたよ。そう？おやすみ、アグ。おやすみ、タクマ。発見したのですが、部下どもがその甲斐なくて。取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚。いいえ、私はそんな、必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだが、お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。あれはその、私ではなく何者かに先を越されたのよ。その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないのだが。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそは。お前一人で手に負えないというなら、メガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。主への忠誠を示す機会とあらば、
あいつもさぞ張り切って成果を上げるだろうからな。その前に必要ないわよ。門左衛門の手もメガシードラゴンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、よそ者のガルルモンがここに何のようなのかしら。聞いたぞ、人間の子供から力を得た連中が敵として立ちふさがってるそうだな。だったら何だっていうの。この機会を待っていた。ふん、力だけでどうにかなるとは思わないことね、おバカさん。お前また卑怯な手を使ってるのか。自分の力で戦おうともしないのか。また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。どいつもこいつも無駄くそ。やめぬか。喧嘩打ってきたのはこいつだぜ。まあいい、お前らが強調する必要はない。好きに。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら、あいつ信用できるの。腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないから。それよりいいか、アルケニモン、これ以上の失敗を主様が許すと思う。分かってるわよ。私を誰だと思ってる。ならよいがな、次はないぞ。ここにいる門左衛門やメガシードラモンだけではお前の代わりはいくらでもいること。忘れる。手を貸してほしければ。いまいましい。この私があんなガキどものせいで。いいわ。ダメだ、そっちへ行くな。戻れ、リョウ。リョウ、リョウ。夢。そういえばアグモン、thank you.
あ、おはようカイド。ドラクモ。ち、やっと起きてきやがった。遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなくて。相当疲れてたんだろ。仕方ねえよ。ところで他のみんなは？知るかよ、誰も来やしねえ。え、そうなのか。みんなとっくに集まってると思ってたのに。でもじゃあみんなどこに？あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われてやられちまったんだ。おめえと同じでみんな思うところがあるんだろ。みんなのことを少しそっとしておいた方が。何言ってんだ。今は一刻も早くミュウを助けに行かなきゃなんねえんだぞ。それはもちろんそうだけど、正体不明の霧のこともあるし。だからこそ早く助けに行かなきゃやべえんだろ。霧のことだけじゃねえ、化け物がミュウを狙ってるんだ。何としてでも昨日のうちにミュウを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミュウから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと。タクマの言う通りだぜ。うるせえ。これが落ち着いていられるか。妹の命がか。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい。議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミュウを探しに行く。ま、待ちなって。単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべきだよ。同感だ。おめえを危険な目になんて合わせられないからな。わかったよ。けど待つのは昼までだ。それ以上は。昼まで待って誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミュウを探。俺一人でな。たくバカ野郎が。その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ。だおめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考え、一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思ってんだ。そうかよ、そりゃ悪かった。つうわけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼間ではカイトが勝手に出ていかねえように、俺がちゃんと見張っ。分かった、みんなを呼んでくる。
Thank you.
よかった。そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視するわけにもいかないじゃん。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。ああ、それは言わないや。タクマくん、バッチリ復活したんだよね。そっか、タクマのおかげだな。ハルとミユキも。うん、うん。それで本題のミユちゃんの救出、それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたなのに。うわーマジかよ、あのカイトがすまねえだって。ミノル、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに水を差したらダメでしょ。ミノルって本当調子者なのね。わかんないかな。ねえカイトくん。そうよ、むしろ一刻も早く助けに。いや、そういうわけだから。ああ、ちょっと待って、この状況で言うのは申し訳ない。今のどういう意味だよ。そのままの意味だ。化け物の敵に亮と同じように。もしか、なんてこと言うの。あ、僕は客観的。ミユは助からねえってのが客観的な意見だって言うのかよ、てめえ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い、怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。リーダーとして慎重な判断を下す必要があるんだ。何がリーダーとしてだ。おいカイト、やめてやれ。僕は君のような無鉄砲な人間には。シュージもやめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。シュージさん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。それはそいつみてえな軟弱な野郎に俺の気持ちが。兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いたいのか。ああ、もうこれじゃいつまで経っても話が進まないじゃない。僕やだよ、みんなが喧嘩するの。そんなの。シュージさん、ここはやっぱりカイトに手を貸すべきじゃないですか。君はここにいる全員が再び危険な目に遭ってもいいというのか。そうじゃないですけど、このまま放っておくわけには。もし僕たちが行かない選択をしても、カイトは一人で行っちゃいますよ。そもそも俺一人で行くつもりだったからな。別に今からだって一人で行ったっていいんだ。俺は一人ではなしだぜ。何度も言うが、その時は俺も。シュージさん、カイトとドラクモンだけ行かせるんですか。そんなのダメだよ。シュージもういい、手を貸してくれって言ったが、揉めるならなしだ。じゃあな、俺は行くぜ。勝手な真似はよせ。邪魔するな。シュージさんもカイト君もいい加減にしてください。葵君、すっげえ、あの二人を一気に黙らせた。なかなかに勇ましい声だったな。ここで言い争っていて何になるんですか。こんなの時間の無駄です。
カイト君、シュウジさんと喧嘩してもミウちゃんは助からない。それはシュウジさん、危険危険って言いますけど、危ないからってここにこもるつもりですか？そんなつもりは。ミウちゃんを探し出すのはもちろんですけど、元の世界に帰るための方法を見つけるためにも行動するべき。あれ、なんか急に葵の声がちっちゃくなっ短歌切ったのはいいけど、途中で恥ずかしくなったんじゃない？葵、恥ずかしがることなんてないわよ。さっきの葵、とっても。いえ、あの、ごめんなさい。いや、葵くんの言う通りだ。俺も。よし、それじゃミーを助けに行く通路に、ま、いや、なん、なんかそういうノリが必要かな。で、どこに向かえ。確か昨日、遊園地に探しに行くって言って。ああ、昨日会ったテントモンってやつの話によれば、遊園地の方へ。テントモンがキラキラしたとこって言ってたやつだよな。キラキラしたところ、なんだか素敵そう。向かったのは本当に遊園地で間違いないのか？ほぼ間違いねえよ。あいつは昔から遊園地が好きだったからな。それが突然見下ろしたところにできてるなら行かないわけがないってことか。キラの大き、子供ってのはみんな漏れなく遊園地が好きって相場が決まってるしな。みゆきとハルだって好きだろ。僕、わかんない。嘘だろ。遊園地にいるかな。じゃあみんな、行ってらっしゃい。いやいやいや、君たちも一緒に来るんだよ。子供をさらうモンスターがいると分かっている今、君たちだけ残していくわけにはいかないからな。そうだろ、みんな。意義なーしだな。そうそう。ところで、遊園地への行き方って分かる？昨日電波塔の上から確認したから。方角的にはいつもの森から遊園地に向かう道が。よし、森の中を通ればいいんだな。僕が。なあ、ハル。何？昨日のは、その。ごめんなさい。ずいぶん歩いてきたけど、全然遊園地には着かないな。